スピリッツドアラチャンネル、バンテリンドーム名古屋からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの18回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますのでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはドラゴンズの先発福谷がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。初球は変化球、当たりません。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。さあ、まず1球目引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは3番山田。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは福谷、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。これが1球目、初球ボール、見送っています。ボール先行です。さあ、3球目は何か。4球目は何で来るか。いいまっすぐですよね。インローを指にかかったストレートで空振り。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回スワローズ三者凡退です。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。中村ファースト、一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。山田サード、オスナショート。スワローズマウンドに上がるのは先発の石川、これから注目の立ち上がりになります。ライト坂口、京田が打席に入ります。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球、初球空振りです。打ちました。これは三遊間抜ける、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターは石垣。ここはバントでいいと思いますね。はい、さあ、ここは送ってくるんでしょうか。牽制のうまいピッチャーですから、ランナーはしっかり集中しないといけませんね。ああ、そうですね。
バントしました。取りました。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスの大島、今シーズンの得点圏打率は2割2分2厘となっています。まあクリーンナップとしては寂しい数字ですよね。ええ、まあここはクリーンナップとしての意地を見せてほしいですよね。ああ、そうですか。これはよく見ました。牽制、二塁タッチもセーフ。二塁牽制、二塁セーフ。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。これが4球目。抜群のところに決まりました。さあ追い込みました。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。つなげたい場面でしたからね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の福田が入っています。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。釣り球、しかし誘いには乗りません。釣り球、しかし誘いには乗りません。ボールが3つになります。打ちました。これはどうか。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。スワローズの攻撃。バッターボックスには4番村上。今シーズンここまでホームランは25本。現在のホームラン数はリーグ3位となっています。さてドラゴンズの先発は福谷。ここまで18試合に登板して6勝6敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点1、打線の援護がなく負けがついています。これが2球目。この球は外れています。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライク。ボールになります。どうだ、入れば先制。入った、ホームラン。先制ホームランです。スワローズ、これでホームランダービートップとの差は1本。追い込んでからの変化球でしたが、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。バッターは5番オスナ。2試合当たりが出ていません。ドラゴンズこの回先制点を与えています。
小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね。センターに抜ける。ノーアウトランナー一塁です。打順は6番青木。ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。この低いボールは外れます。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っている坂口。ワンアウトになっています。外から入りました。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。この球は外れています。スライダー外れます。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている中村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。スワローズこの回先制となるホームランが出ています。最初はボール。さあ、2球目は何か。落ちる球できました。ボール先行です。次が3球目。ファウルになります。おっと、空振り。真ん中でした。2ストライク2ボールと追い込んでいます。平行カウント。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。しかしこの回スワローズソロホームランで先手を取りました。1対0、スワローズ先制です。2回裏に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には5番バッター平田。今シーズンここまでホームランは5本。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。真ん中へ。打ちました。取りました。アウト。ワンアウト。
バッターボックスには6番高橋。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。打撃好調ですよね。状態いいんでしょうね。はい。さあ今日も続けることができるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、よく振っています。ボール先行です。3球目は何で来るか。スライダーが決まります。2ボール2ストライクです。ボールになります。3ボール2ストライク。打ちました。サードが取る。一塁送球アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている木下。ツーアウトランナーありません。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、スワローズが1点をリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたが、いかがですか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。さあ初球は何か。初球コーナーをついてきました。スピードボールを持っています。ボールになります。これが3球目。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順はトップに帰って塩見。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。福谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目。誘ったんですけどね、振りませんね。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁送球、ツーアウトになりました。打席には2番バッター吉田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、インコースに持っていきました。ファウルになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1対0、スワローズが1点をリードしています。3回の裏、
赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。ボールになります。ボール先行です。変化球できました。切れていきます。ファウル。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。これもファウル。さあ7球目は何か。変化球空振り、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の福谷が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球打ち、ファウルになります。2球目は何で来るか。ボールになります。さあ3球目は何か。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。一塁送球します。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター強打。まあここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。この球は外れています。低めの変化球は決まりません。さあ仕留められるか。ボールになります。スリーボールツーストライクです。打ちました。高く上がりました。ファウルグラウンドへのフライです。中村が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって1対0、1点リードはスワローズです。回は4回の表に入っています。ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える4回です。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。ストレート外れました。インサイド落ちました。これはスタンドへ入る。切れました。ファールボール。次が5球目。ボールになります。インコース外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。引っ張った。高いバウンド。
サード取った、アウト、ワンアウトです。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。さてこの村上、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから。痛烈、破りました、センター前、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。名前のところに行ってしまいましたね。バッターボックス、オスナ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうです。打ちました、センターに抜けました、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。バッターの青木、今シーズン打ち上げた、高い打球掴みました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。いい組み立てだったと思いますね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で。初球打ち、ファーストが抑えた、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはスワローズです。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。2番バッター石垣、ドラゴンズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですからこの辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。インコース変化球決まりません、ボール先行です。切れてますよね。はい、アウトロー変化球、空振りでストライク。さあ4球目は何か、低めの球ストライク、2ボール2ストライクです。アウトコース打ちました、この打球はフライになっています。石川が抑えています。ワンアウト、バッターは3番大島。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。こういう足のあるバッターが出塁して突破口を開きたいところですよね。そうですね。さあ何を狙っていくか。出頭気味でしたがバッター見送ります。打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました、非常に速い打球でした。しっかり捉えてますしいいバッティングでしたね。4番バッター福田、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。
ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。バッターボックスの福田、今シーズンの得点圏打率は2割5分7厘となっています。数字的にはもう少し欲しいところですが、ホームランが持ち味の4番バッターですからね。ここは一発大きいのを見せてほしいですよね。はい、期待しましょう。外の球打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってアウト。さあ、そして打席には平田が入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、ドラゴンズとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。外の低め見極めます。これもアウトコース、見送っています。ボール、これも低めに持ってきました。ボールになります。ここは狙っていくのもありのカウントですよね。左中間へ持っていった、これは大きい、入った、ホームラン。平田、今シーズン第6号の逆転ツーランホームラン。試合をひっくり返す大きな一発となりました。逆転に成功しました。この回のドラゴンズ2対1になりました。さあ、ここで逆転となるホームランが飛び出しました。いや、プレッシャーのかかる場面だったんですけど、よく打ちましたね。ビハインドから1点、ここから優位に進めていけるんでしょうか。バッターボックス高橋、ドラゴンズホームランで逆転しています。赤星さん、一転してリードする形になりました。そうですね。これでゲームが面白くなってきましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。落としました。外れます。内へ、低めの変化球、ワンボールツーストライク。低めの際どいところですが外れています。引っ張った、村上、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかし、この回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。4回終了2対1、ドラゴンズ逆転に成功しました。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。ファウルになります。次が3球目、この高めは外れます。さあ、勝負してくるのか。打ちました。またファウル、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。高橋抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って、先発の石川がバッターボックスに入ります。相手はピッチャーですから、確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね。
落とすボールで空振りを取りました。スライダー外れます。次が4球目、膝元への変化球、2ボール2ストライクと追い込んでいます。引っ張った、取りました。1塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って塩見、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが福谷、そしてスワローズが石川、この2人の投げ合いとなっています。落ちるボールはこれは外れています。3球目は何で来るか。狙いは良かったと思いますね。はい、高めストレート外れてボール。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1ドラゴンズが1点をリードしています。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ見ていて両投手の緊張。アウトコース打ちました。1塁を送ります。アウト、ワンアウト。8番バッター岡林、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのドラゴンズですが、ここまで2連勝。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。ライト見送った、ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。追加点が入りました。ドラゴンズ3対1。自らを援護する一発でした。その差を2点と開いています。ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。そうですよね、完璧に捉えてましたからね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。打順は1番に帰ります。バッター京田。ドラゴンズホームランで追加点を挙げています。最初は変化球できました。真ん中へ入れてきました。アウトロー見送ってボール。低め、これは決まった。ツーボールツーストライクです。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。インサイド落ちました。ここもファウルです。わずかに入りません。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。振っていきましたが三振。
3アウトチェンジ。しかしこの回ドラゴンズソロホームランで追加点を挙げています。5回終わって3対1、ドラゴンズのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ランナーを二塁に置いて、しかしここは内野ゴロ、先制とはなりません。2回の表、この回の先頭バッター村上、勝負に来たところを捉えました。ドラゴンズこの一発で先手を取られます。3回の表、3者連続三振、三振を積み重ねます。4回の裏、ツーアウトで三塁にランナーを置いて、5番バッター平田、ツーランホームラン、ドラゴンズ一振りで逆転。5回の裏、ランナーのいないこの場面、ピッチャー福谷、その初球でした。ドラゴンズ1点を追加します。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。これから6回、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打のサンタナ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。最初は変化球できました。低め、3球目外れました。打ちました。難しいバウンド、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打順は3番山田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。福谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。高橋、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番村上。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。スライダー外れます。外れてますか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。真ん中見送ってストライク、ツーボールツーストライクです。平行カウント、打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1、ドラゴンズがリードしています。6回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは清水、前の登板では負けがついています。
さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど、さあここから点差を広げていけるか。低めはボール、空振りになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。低めで外れてボール、5球目は何で来るか。この球は外れています。フルカウントです。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル、打ちました。これはどうだ。取りました。アウト、ワンアウト。打席には3番バッター大島。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。これが2球目。低めの変化球は外れました。低めの球ストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。膝元をつきましたが外れました。外れてボール、3ボール2ストライク。高めのボール、これはどうか。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは3塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー3塁です。ここはいいバッティングをしました。スリーベースヒットを放っています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。ここで突き放しておけば終盤やりやすくなりますからね。うん、そうですよね。タッチはセーフ。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ストライク入りません。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。リードを3点に広げました。
バッターは5番平田。先ほどの打席で逆転となるツーランホームランを放っています。まあ強烈な一発でしたよね。しびれましたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。ドラゴンズこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。ショートゴロです。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。6回終わって4対1、ドラゴンズのリード広がっています。これから7回スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16又吉がマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。小宮山さん、ここまでいい流れで7回を迎えられたのではないでしょうか。そうですね、リードを保ちながらということなので、まあ、大事に大事に投げてほしいなと思いますね。そうですよね。空振りになります。あっという間に2ストライクです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。ファウルになります。これは低いところに持ってきました。ワンボールツーストライクです。切れそうだ。切りました。ファールボールです。これが5球目。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。まあ、ここは腕を振ってしっかり狙って勝負ですね。はい、打ちました。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは7番坂口。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール。次が2球目。高めの変化球で空振りを取ります。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。初球は何で来るか。初球見送っています。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。
最初は変化球できました。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。これが3球目。外、これは外れていきます。これが4球目。高めのボール、高い打球左中間へ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは8番岡林。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。アウトの空振り。インハイ、際どいコース。アウトコース、空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。これはデッドボールということになります。バッターボックスには代打のマルティネス。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。併殺狙い、インコースに攻めてきました。さあ、4球目は何か。これは低めストライク、追い込みました。内へズバッと投げ込んできました。次が6球目。手が出ません。三振。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。ここは打ってほしかったんですけど、まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには1番の京田が入っています。バッターの強打、今シーズン得点圏、内のボール打っていった、高く上がった、掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7回終わって4-1、ドラゴンズがリードしています。これから8回スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあ、マウンドを任されたのは藤島。8番キャッチャー中村。インコース決まります。ワンストライク。
これが2球目。アウトコースは外れます。さあ3球目は何か。いいコースでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。外に決まりました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。インサイド打ち上げました。右中間に上がった。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターボックスには代打の中山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。最初は変化球できました。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って塩見。今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。初球打ち、さあどうだ。岡林が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1ドラゴンズがリードしています。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号28吉田がマウンド上に上がっています。さあマウンドに上がったのは吉田。今シーズン60試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。アウトコース、空振りです。レフト線へ打球伸びる。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。まずは変化球。センターフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには福田が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にランナーは残した状態。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですね。外の低め見極めます。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。外のボール打った。これは面白いところに飛んでいる。セカンドランナータッチアップ。ツーアウトランナー三塁とかあります。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の平田が入っています。ファウルボールです。ここは見送ります。バッターボックスの平田、今シーズンの得点圏打率は2割7分9厘となっています。まあクリーンアップとしては物足りないと思いますが、彼の場合はホームランがありますからね。ここも思い切って大きいのを狙っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。ストレート打った。お手元のピッチャーゴロ。
一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。ドラゴンズサードランナー残塁に終わっています。8回終わって4対1ドラゴンズがリードしています。さあ最終回、バンテリンドーム名古屋が歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、声援を背負っての登板となります。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。際どいコース外れました。ボール先行です。低めの球159キロ、次が4球目、ファウルになります。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには3番山田、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マルティネスがスワローズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。打ちました、痛烈な打球。よく見ましたね。変化球わずかに外れました。いい当たり、これは破りました、センター前。山田ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。初球ボール、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ここは外します。ボールが先行、やはりランナーの足が気になるんでしょうか。やはりランナーのプレッシャーがあると投げにくいものですからね。そうですよね。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。マルティネスが掴んでツーアウト。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターボックスにはオスナ、そして塁上には山田。足のあるランナーなので警戒しておきたいですよね。どう動いてくるでしょうか。切れました、ファールボール。ノーボールツーストライクです。小宮山さん、盗塁がありそうな場面で今のような落ちる変化球というのは投げにくいものなんですか。やはり落ちるボールでワンバウンドになった場合のことを考えるとちょっと投げにくいですね。やはりそうですか。一塁牽制、一塁はセーフ。ここは大きく1球外して様子を見ています。さあ5球目は何か。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました、セカンド取った。これで3アウト、試合終了になりました。ドラゴンズが見事勝利を収めました。小宮山さん、なんとかリードを守りきりました。
そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。